ちろんアドレスの甲子園に持ってこれるかをよく考えてるな。ごちゃごさんの椅子、そう、弱ってんな、もう振りでわかるわ、うん、ちょっと足力入れよう。いや、それだいぶいいよ、タイミング、タイミング、あ、さっき一番最初に全然手打ちになってる、うん、意識がそんだけ意識違うとそんだけ違うっつうことだよ、ね、うん、ポッて構えたら右左の足を、右左のそれだけ違うつぶミスが、まあ、動いてくれるやな、なんて言ってん、いや本来はこれだっていうのは分かってますよ、でも分かってるけどこうやって言うと、ああそうだなって分かる、うん、すぐ分かるよ、これができなくてアマチュア苦労するんだから、みんなできないよ、プロも絶対できない、いや、まあ、プロはプロもできてないから、左のこの膝がこうやって動かないもんね、みんなね、だからあのあいつはまあまあのスイングして、あの学生のあのデブッチョのなんだジョンでしょ、違う、この間そこで打ってたジョンだよ、ジョン、俺と一緒に千葉県を持ってもらった、そうジョンだよ、あ千葉県を守ってもらった、あれじゃないの、スパーンってこう、うん、そうそう、ちょっとあのぽっちゃりの、うん、そう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 、飛ぶやつ、うん、いや、あの子はもうほぼ完璧だもん、スイミング、でも下の動きみんなやりたいんだよね、こういうの、こういうの今じゃ遅いよ、遅いよね、遅い、遅い、今は遅いよ、あの手でピューって上げちゃったから、簡単に言うよね簡単に言うよね、あんたね、だん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 、あと 5歳年取ったらね、背中のねこう柔らかさがなくなってきて、こうなってくんだから若いもんまだ、俺そこまでいかない、当たっちゃってるって感じでしょ今のはね、当たってる、当ててるんじゃない、当たっちゃ、あれ当たっちゃってるって感じ、今のはその感じ、うん、そう、そういうこと、ボールにコンタクトしに行ってない感じ、そうだよ、コンタクト行っちゃダメだって、いや、分かってんね、分かってんだけど、アマチュアはやっぱ取られたいんだから、それをなくすためにちょっとスイング変えてきたんですよ、まあまあ上手だよ、20年、25年いて、27年、まあ、なった方だよ、練習してない割にやな、最初の方は上手くなった方だよ、本当だよ、上手くなった方だよ、でも、もうちょっと上手くなってもいいな、27年いたら、いや、さ、あの小暮とかで研修生で入ってきたからね、あれだけど、さすがに70代でもあれでいい方でしょう、ゼロからのスタートの方が上手くなるんだろう、何にも癖も何もついてなくて最初からプロのスイングがゴルフだと思っちゃってるな、まあね、だから持ってるようなもんだよ、俺なんか奈野さんのイメージだけ遠回りしてねえんだから、まあね、今遅れたと思ったの、うん、遅れた、じゃあ寝てるだけなの、ヘッドがもうちょっと右腰の後ろでインパクトしてみな、こうやってこっちで遅れさせて、
右行ってもいいから。要はこれぐらいのイメージとか、もっともっとケツの後ろぐらいのイメージで。そうそうそう。手なんか行かせないで。後ろだ。これ今ケツペダルの後ろでインパクトしてるぐらいのイメージだよ。普通だよ。それでね、右おっぺするのはポコって寝るだけだから。もっとケツペタの後ろ、後ろでヘッドがこっちだよ、目の前だよ。ここでこういう感じやって、ヘッドはここだよ。ここね。うん、そうそう。ジジやね。そう。これ。それ普通。ちょっとプロっぽいよ。プロっぽい。こうやって後からこうやってビュンゴ。後手のね、うん。それは嬉しいや。すぐこうやってドンってこう当て合わせちゃう。体の正面で。そうなん。半身で打たないとあれだ。半身。ベルトヒットね。半身で打たない。まさかいと本当はね、右のケツの、うん、ケツの後ろが手元があってあればいいんだよ、そんな。全部内緒とするよ。そうやってほら。ね。ここは下がったらいかにこう動いてないかだよね。そうだ、動かすようになってくるから、こっち手元だったら。動かさざるを得ないから、意識の、うん、下を回せ回せで手がいっちゃうから、回しても。よく言う、手元は置いてもう下だけこう。そう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 。だからケツの後ろでインパクトだよ。それさ、ね、俺はニュアンスわかるけど、普通の人に言ってもわかんないでしょ。わかるよ。あ、普通の人は手いっちゃうよ。絶対行くでしょ。ほとんどいっちゃう。でもやらせないとしょうがないじゃん。右ケツの後ろで、そうだよ、右ケツの、そう、だからあれ嫌なのは右おっぺすのが嫌なんだよ、遅れて、うん、だから右手で、そうだ、まず右おっぺすの5球打ってみろっていう、俺は言っちゃうよね。あ、右おっぺすをわざと打つ、わざとこうやって、もういいから右おっぺす5球打ってみって、うんうん、そんな方向関係なく、うん、右奥で見たもんな。完璧の構えだ。爪のツンと。ほら、うん、コンタクトが良くなってきて。この辺でみんなコンタクトしちゃうから、もう遠回りしちゃうんだ、こうやって手なんか勝手にこうやって返ってくるんだから、返さなくて返ってくる感覚がね、多分なんか一瞬でも練習の中でポッと出てくると、あっっていうのがあるんだけど、なかなかさ、それがやっぱ体に、でもやっぱ辛いと思うよ、あ今の練習は、だからそこまで使うと、やっぱ今まで使ってない筋肉だから辛い。何にも使わないで、ポーンってこう振られてこないと、振られてこないと。最高に遅らせてみるか。遅らせてケツの後ろでいいんですか。ケツで。ケツの後ろで打って。
しんどこれ一箱打てねえよな。そうだよ。こんな力して一箱打てねえよ。それがだって正解なんだ。だからそれを打てるようになる体を鍛えないといけない。でしょ。だって筋肉は再現性ができるから、脂肪は再現性できないから。しんどいだろ。しんどいよ。でも玉はどうなんだよ。ね、暴れてんのか。暴れてない。それが練習なんだよ。それが練習。暴れねえだろ。暴れないね。一番上がるぐらいでも10メーターぐらいの感じでいく。そのスイングは再現性できない。できないよね、これ続かないよね、ワンダム。続けてればそのうち筋力ついてくる。うん、うん、あ、金子さんが簡単に打つから、うん、またあ、いいなと思って簡単に打つからまたここに戻ってくる。やりたいのよ、アマチュアだから。よし、金子さん来たから任せそう。めくれてるもん。